これで押します。動き方は力いっぱい押す必要ないんです。軽く押します。そうすると倒れるのは嫌だから靴を押し返していきますよね。はい、押し返していきました。でこれでね平行取れました。でこの状態で平行が取れたら崩すのって簡単なんです。なぜかというと人間というのはですね、一回平行できたらそれを保とうとする習性があるんですね。ですからまあグッとしてやります。押し戻していきます。はい、平行が取れました。この状態でですね、少しワイドを重ねたわけです。で、一回平行作るとですね、今度手を動かすと普通は壊れちゃうんです。例えば、ほら、もう壊れちゃいましたね。これ壊れた状態。はい、平行を作りました。壊れました。で、これをやらせないためにどうしたら一番簡単にいくかって、平行を作ったらですね、ここをこの状態をキープしながら、今度は体の動きで、これ一番簡単。そうすると、この力の平行状態が壊れずに動くことができる。もちろん慣れてくればですね、今度は手を動かせばできる。でも最初のうちは手を動かしちゃうとですね、せっかく作った平行がこう崩れちゃうんですね、下手になると。それをしないために作ったら体を動いていく。これが一番基本的な動きです。まず最初に基本的なやつは静的なやつでやります。右の下段突きちょっと打ってみてください。で、この状態でですね、こう手をこうブロックします。で、これで平行できました。今平行ができてるです。この状態でですね、動かしてやれば、それで。はい。もう一度お願いします。で、これも同じなんですけど、平行を作っても下手に動かすと、こう、崩れちゃったらもうダメ。ですから最初に平行を作ったら体で動いてやればいいと。簡単。で次にですね、半分ぐらいのスピードでちょっと見てみます。はい、動きでやってますね。はい。はい。こんな感じですね。これ何やったかというと、寄ってきた瞬間に、ブロックした瞬間に平行を取るんです。それで、はい。あとはシンプルと流してやれば相手が倒れます。もっと真剣にやってみてください。まあこんな風にやったらいいですか。こんな風に相手を倒すことができます。はい、以上です。はい、じゃあ始めます。まず普通にですね、出された相手の腕をキュッと握って引っ張り込んでみてください。はい、相手は抵抗します。動きません。じゃあ次にですね、キュッと握らないで、そーっと触るような感じで、デリケートに触ってからヒュッと引っ張ってみてください。はい、引っ張られちゃいます。で、相手がですね、これから何をするか分かっていた状態で、もう一回同じことやってみてください。もう今分かってますよ、何されるか。はい、どうぞ。はい、分かってても引っ張り込まれちゃうと。これがこの皮膚相手の原理なんですね。ありがとうございます。じゃあ、相手モードの一つの実験なんですが、今ここ私ですね、宇田川さんの肩に手を触れて相手モードになります。で、相手モードになった途端にですね、ちょっとこう浜崎さん倒すぞ倒すぞという気持ちを抱くんですね。そうするとこっちほとんど動かしてないですし、力加えてないんですけど、浜崎さんの方にこう伝わって浜崎さん倒れ始めます。もう一回やってみますね。はい、はい、相手モードに入ります。はい、こんな感じです。ほとんど動かしてないでしょ、はい、ね、押したり、はい、ございます。もう本当にね、倒れるぞ倒すぞっていう感じだけなんです。ただし相手モードに入って